参上雷調査隊イエーイ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 はい、クールクールはい、時空TV、お台場TV、赤坂TV、その他、全国の自由空間からご覧いただいている皆様、こんにちは雷調査隊でーすこんにちはは い、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。それ一発目言うんじゃなかった？うん、そうだ、うん、あ、はい、オッケー。え、ちょっと絡みにくい始まってるよ。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。雷調査隊です。はい、はい、この番組がどんな番組かと申しますと、はい、この番組はですね、東京の人、食、歴史、文化を紹介する番組です。ユーストリームを使いまして全世界にお届けいたします。生放送の参加型番組です。やったよ。はい、この番組は1時間生放送でお送りさせていただいております。うん、チャット、ツイッターでの参加どしどし募集しております。チャットの方ですとコメントの、え、違うな、チャットの方ですとユーストリームさん登録していただきましたら大丈夫です。はい、ツイッターの方ですとコメントの後に、時空TVアットマーク JIQ44TV そちらを足していただけましたらできますので、ちょっと新年一発目やからさちょっと絡まってるわ。よろしくお願いします。イエーイ。そうね、何、どうしちゃったの、やめた痩せてないよ大丈夫。本当？うん、大丈夫よ。本当？はい、そっか。まあでもね、あの、初めて見る人もね、やっぱりいらっしゃると思いますのでですね、はい、私たちのね、自己紹介を、していきたいと思います。はい、はい、私が、この雷調査隊の隊長を務めさせていただいております、くまちゃんこと熊川雄大です。どうぞ皆さんよろしくお願いします。イエーイ。ちょっとな、くまちゃん顔色良くないよね。え、なんで、そうそう飲み疲れ、違う、飲んでません大丈夫ですか？はい、はい、じゃあおしんいきます。はい、雷調査隊員、おしんこと山本慎一と申します。1時間よろしくお願いいたします。イエイ。明けましておめでとう。明けましておめでとうございます、うん、そうですね、はい、はい、新年一発目になっております。そうですよ、新年一発目ですよ、2011年。ね、はい、どうでした、はい、正月は2011年のなんやかんやバタバタしてました。ずっと嘘、何してたのえっと荷造り。あ、荷造りそうなんですよ、山本慎一さんはですね、はい、今月中引っ越しされるそうですいや、あのさ、そんなプライベートでしょっぱないらんくない。あの、田園都市線沿いの。うるさいな。はい、早速、はい、この番組、はい、チャット、ツイッターでの参加、どしどし募集してます。はい、先ほどもお伝えさせていただきましたが、うん、早速入ってきていただいております。はい、ありがとうございます。コルレオーネさん、下がままなん、どうしよう。コルレオーネさん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、そんな感じでじゃんじゃん我々ちょっと、はい、絡みにくいかもしれないですけど、今ね見ているそこのあなた、はい、ぜひね、ユーストリームさんにね登録していただいて、そうそう、はい、ちょっとツイ、チャットご参加よろしくお願いいたしますね。よろしくお願いいたします。はい、こちらツイッターの方もできるんですよね。はい、もう大丈夫です。はい、カーソルアップ出た、オッケー。はい、オッケーですか。ツイッターは出てるかな、ツイッター出てるでしょうか。あ、はい、あの、この女の部屋はいいです、読まなくていいです。はい、大丈夫です。こういう、すごいですね。読まなくていいです。はい、大丈夫ですよ。はい、ということで、はい、はい、この画面を、あ、素晴らしい。しょっぱな、あんま触らない方が良かったかな。そうですね。はい、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 まあ、そんな感じで、はい、我々雷調査隊になっております。はい、そうですね、雷調査隊。どうですか、2011年の抱負は何ですか。しょっぱな、はい、そう、2011年は雷調査隊としてはさらなる飛躍を目指して、うんうん、今までの出会いに感謝し、またいろんな出会いをして番組としても大きくもっともっとなっていきたいなと思います。はい、山本慎一個人は、個人の目標というかテーマは、はい、情熱、冷静、挑戦。なんでそれ、なんかある映画から撮ったでしょ、それで。え、うん、違う、本当に、なんか、まず情熱は何ですか。まず情熱は本当に、どんなことにもがむしゃらに、はい、その情熱持って、はい、
まあ、普段お芝居させていただいております役者ご下が回んない役者業を中心にさせていただいております。そういうお芝居の本もいろいろがむしゃらに最後の最後まで徹底的にやりたいなと、うんうん、もういいですね。そうです、はい、はい、また一応冷静はどんな感じなんですか。でその中で、はい、まあ、あの冷静さもね見失ったらダメだなと思って、まあ、そうですね、はい、自分のペース等も考えた上でちょっと冷静さを持って、でもどんなことにも挑戦していこうと、はいはい、そんな1年にしたいと思っております。あ、なるほど、いいこと言いますね。いいこと言ってますよね、はい、あのなんかあの画面をチロチロ大丈夫ですか。いや大丈夫、大丈夫ですか。大丈夫ですよ、はい、はい、あの体調は そこは冷静にそこは冷静に対応ほら、あ、大丈夫ですね、うん、ただただちょっとあのコメントがこっち新年一発目、これを僕毎回思うんですけども、うん、これはい、毎回はい、毎回思うんですが、これはそう、あのここを出そうと思ったんですけども、いいんだよこれ今大丈夫です。 OK ですか。あ、いけます、いけますよね、はい、そんな、はい、そんな感じですね、はい、体調は？はい、僕ですか、2011年ですか、うん、そうですね、いろいろと考えたんですけども、2011年の抱負は、うん、もうちょっとあの2010年がですね、まあ、僕漢字で一文字で例えると備えるっていう感じですね、うんうん、その備えた分をちょっと今年ちょっと仕掛けていこうかなって、はい、かっちょいい、はい、あのほら漁師いるじゃないですか、漁、うん、あの漁師、うん、あの 船、うん、船に網を備える、みんなわかると思うそこわかると思う、で仕掛けるっていう、そういうそれでね、来年どういうお魚が取れるかっていう、はい、あの漁船熊川丸も今年はそうだ、いつあったいつできたんすね、うん、どのね、あの、うん、大海原を航海するのか、ぜひ皆様楽しみにしてくださいね。コルレオーネさんもなんか今年の抱負みたいなのあったら、うん、はい、ぜひとも、まあ、あの皆さん本当ね、うん、入っちゃった方が楽しめると思うんで、そうですね、まあね、今日ね、ちょっとね、うん、いろいろね、あの視聴者さんの方からね、ちょっといろいろアメブロであのコメントいただいたんですけども、うん、メッセージいただいて、今日ちょっとあのお仕事で行けないっていう方とかもたくさんいらっしゃってですね、うんうんうん、そう、仕事始めの方多いかもね。そうですね、あ、そう、今日仕事始めか、そうそうそう、そうだよね、今日5日だし、うん、今日福田さんが入ってきてないんだけど、これは何だろうね福田さん見てますか福田さん入ってきてないですね本当ですね、うん、ところであの今日はあれですよ、もう一人その新人隊員がいると思うんですけど、何ですか今日は。新人隊員、はい、エジプト支部に出張してます。あ、そうなの、はい、エジプト支部に出張したの。してる。そう、俺なんか実家に帰ったって。ちゃんと今頑張ったのに今頑張ったの、実家になんかもう里帰った。あっちゃん入って入って抱負は雷のご発展しかありえない。あ、嬉しいですね。ありがとうございます。そうですよね。あのね、そうなんです。雷調査隊この1年とあの何9ヶ月ぐらいですか、もう。そんなやってないよ。8ヶ月か。いや。え、8ヶ月。あ、1年と4ヶ月か。そう。4ヶ月、5ヶ月やってき。持ったね。そう。今日で1年と5ヶ月ですよ。うん、やってきてるわけですが、そうです、まあね、いろいろ変わりましたよ、去年。去年1年ですごい多分いろいろ変わったと思いますよ、うん、雷調査隊はね、変わってきました、ね、うん、この、 あの漁船雷丸はそんなだから勝手に作らんとってよ、いろんな海に行ったじゃないですか、うん、やれオホーツク海だったりとかさ、やれ瀬戸内海だったりとかさ、いろんなね、うん、だから今年はね、もっとね、だから どこの海に行くのかっていうのが楽しみですね。もしかしたらさ、今1月やって今いろんなね、お店を調査 して回ってるんですけども、はい、今ね、お店とかさ、お仕事、会社さんとかさ、うん、やってるわけですけども、うん、もしかしたらね、次また変わるかもわかんないじゃないですか。何があるかわからない、この雷調査隊、ね、直前まで僕たちもわからない本当、はい、そうやんね、そうです、何が起こるかわかんないんで、 そうそうそう、まあ、そこもね、僕たちのもう、ね、楽しみの一つであったりね、はい、視聴者さんたちもね、楽しみの一つではないでしょうかね、はい、はい、ぜひともね、はい、ご期待ください、ご期待ください。終わるのまだ10分ぐらいしかない、ね、まだ締めはちょっと早かったけどね、
そうですね、まあ、ところでですね、その、うん、今仕事始めじゃないですか。うん、やね、うん、でもね、このね、スタジオの近くすごい人いっぱいいたよ。そう、いたね、いた、うん、超いたよ。なんで、なんでだろうね。ね、そう、なんかあれさ、うん、初詣って一応三が日、ね、そうです、三が日です、はいはい、だから、え、今行ったら初詣ではないの？いや、でも今行ったら、今行っても初詣じゃないですか。 になるんだ。だって初めて詣参るわけじゃないですか。詣で、詣で、初めて詣じゃないです。あ、アキローさん入ってきていただいてますよ。アキローさん、ツイッターで、あ、こんにちは。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。そうですね、アキローさんもね、ツイッターの方で書き込んでいただいてますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、なんか今日ちょっと正解やったね、こっちに。そうですね、はい、いろいろ切り替わる、切り替わって、うん、まあ、こっちの話なんですけど、すいません、宇宙地の話しちゃいました、はい、本当に申し訳ないです。そうアキローさん、今年の抱負は何でしょう？ぜひとも教えてください。でもやっぱりね、はい、豊富いろいろあるじゃないですか、うん、でも健康が一番ですよ。そうやね、うん、体あってやもんね。そうそう、お賽銭ちゃんとあげてる？あげてますよ。僕だって昨日じゃないか、昨日か、三社参りをしてきたんですよ。あ、うん、ブログでちょっと拝見させていただきました。はいはい、そうっす、あのね、うん、すごかったよ。まずね、明治神宮さんあるじゃないですか、はいはいはい、あのパワースポットとスポットと言われる、うんうんうん、あの神社があるじゃないですか、うん、そこもね、昨日4日だったんだけど、もう三が日過ぎたんだけどさ、ものすごい人が多くて。そうな、あ、まだまだやっぱ回ってる人が多いんだ。そうよ、なんかね、うん、パワーとかじゃないよ。今ちょっとなんで裏声なの？パワーパワーは言ったくれもないよと思いましたよ。すごい、そんだけ人が多くてさ、うんうん、ただね、こう お参りするだけでさ、うん、ね、すごいの人が。そんなに、うん、何をそんなにあれしてんのかなと思って、まあ、僕もそれ言ったら一人なんですけども、何をね、うん、そんなにあれしてんのかなと思ってさ、うん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 、ね、すごい、だから神社とかさ、ボロ儲けやらしい、やらしい。お賽銭がジャン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 こう飛び回ってるわけですよ、後ろから見てたけど。あれでも投げるときすっごい本気で投げてる人もおるよね、たまにグーンって。そうそう、コルレオネさんは行きました？初詣。皆さん本当、そう、ね、皆さん本当、違う違う違う、あの初詣、それでつなげようとしてね、違う違う違う、つながんねえぞ、初詣ちょっとあのさ、一緒に番組やってて、ね、対立してないよ、大丈夫よね。じゃんじゃん入ってきて、あ、アキロさん、はい、アキロさん入ってきていただきますね。年男なので、跳ねかけ回る年にしたいと思います。あ、そう、うさぎ年なんですね。そうだそうだ、そうか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 、絶対いいことありますよね、うん、年男ってでもいいよね。でも去年年男だったよ。あ、でも虎年だからさ、厄年なんだ、20。そうなんですよ、厄年でもね、そんなにね、厄年っていう厄年ではなかったんですよ、うん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 、なんかね、厄年にしてはすごい、まあ、充実してたいい年だったんじゃないかなと思いましてですね、あの怪我もなくさ、うんうんうん、で対して体も崩してないしさ、うん、いいことやね、いいこと、いいこと。そうか、しんちゃんは何年なの？イノシシ、イノシシ、ちょっと相撲神。イノシシ。そう。あ、そう。でもなんか目まぐるしいよね。まっすぐブワーっていっちゃう。あ、でもそれだよね、しんちゃんね。本当に。うん、恋愛もそうじゃん。うるさい。うるさい。しんちゃんもすっごい。うるさいな、本当に。大丈夫。いいじゃん、出していこう、こういうあの自分のさ、プライベートな部分をさ、あのこの雷町ね、あの漁船雷丸でさ、出していこう。だからそれ、本当に、あ。新しい方入ってきてました。新しいチャタさんが入ってきていただきました。ありがとうございます。はい、静岡さん。静岡さん。明けましておめでとうございます。イエーイ。あ、嬉しいですね。そうですね。続々と。静岡さんは今年のあの抱負なんてありますか？なんかありましたらぜひね、チャットに書いていただければ、はい、すごく嬉しいなと思います。いす、お、明けおめ、ことよろ、今年もよろしゅ。今年もよろしゅ。よろしゅ、うん。そうです。なんか、あっという間やね。ここで姫か雅を拝むつもりだったので まだ行ってません。そうね、そうね、でもあのここにあの
神社山本がいます。神社山本がいるので、神社山本を拝んでみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。全然いいですよ。はい。ね。厄除けもしたしね、去年。そうした、うん、そうだから厄払いは行った方がいいんですよ、絶対。あ、な、去年なんて言われたっけ、しんちゃんは。厄年じゃなくて、去年自体はもう終わってるから、うん、特に、うん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 、でも厄払いしてないのがずっとついてきてるよみたいな感じで、厄がずっと取れてないよって言われて、ちょうど番組後行った。あ、本当。あ、千葉 T さん、千葉 T さん、いただきました。しばりさん、明けましておめでとうございます。合わせてくれてね、お願い。静岡さんは、貪欲だったんですが、おみくじ見てやめとけみたいなことが書いてあったので現在、練り直し中ですということで、今年の抱負やめとけ。そうなんだ。おみくじ、あ、おみくじやっぱり引かれますよね、初詣とか行ったら。貪欲だったんですがってどういうことやろ。だからその2011年は貪欲に、あ、に行こうみたいな、くま、うん、ちゃん、え、違う、どこ読んだ。しゅうじさん、こんにちは。明けましておめでとうございます。くまちゃん、なんでもない。くまちゃんですよ。あ、そうです、はい、くまちゃん、はい、くまちゃんです。あの、私がくまちゃんです、はい、あの雷調査隊の隊長を務めさせていただいております。くま、ちゃんこと、熊川雄大です。はい、なんでもない。どういうことや。なんでもない。全然あの絡んでください。 あのすごいおかしいツッコミところ満載だと思うんで、あの突っ込まないと損だと思う。突っ込んでってください。あ、あきろさんは今年は大凶おみくじやらないんですかということで。そうなんですよ ね、 あの浅草のさ、あの浅草寺さん、うんうん、ところに ね、 ね、あのすごい辛口のおみくじをあの出してくれる。やりましたね、はい、すごいですよ。あのね、浅草寺行ってみてください、皆さんも、うん、あのね、なんだっけ、一番良くて吉かな。やったね、うん、小吉、小吉、あ、静岡さんは小吉だった、はい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 、あ、しゅうじさんが今年の抱負はって。今年の抱負、もう一回言いますか。今年の抱負はですね、いろんな意味でちょっと仕掛けていきたいなと思いますね、うん、はい、何漁船やったっけ。え、あの熊川丸、漁船熊川丸もいろんな海に行ってですね、いろんなところに網を仕掛けていこうかなと思って、で来年あの いろんなお魚が取れてね、うんうん、実る年ですよ来年。僕はそう思ってるんです。かっこいい、はい、いいと思います。はい、そう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 。千葉 T さんが、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。静岡さん、今日の上があるらしい、4文字だったけど、そうなんだ。何、何、何それ。ご存知の方、あの見られてる方で知ってるよって言ったら打ち込んでいただけたら嬉しいです。はいはい、見に来る人増えるようにツイートしてみました。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね、やっぱりこうやってね、あの皆さんに支えられての、雷調査隊です、ね、皆さんね、ちゃんと調査員の方だったりとかさ、うん、ね、いい人たちばっかりだよね。うん、なんで声下がってた今。入ってフェードアウトする必要ないよね。あ、新しい方入ってきたんじゃないですか、これは。お、あ、これありがとうございます。言ってください。これレオネさん、この放送面白いなって。この放送面白いなって。そう、面白いです、ありがとうございます、うん、面白いですよ。はい、あきろさん、かっちょいいってことで、この方法ね、かっちょいいって言ってきましたね。いいですね、はい、なんで漁船山本丸 の、 方、あの抱負は。は、うん、まあ、情熱を持ってどんなことにもがむしゃらに、はい、まあ、その中でも冷静さを見失わないように、でも最後の最後まで挑戦をし続けようと感じです。綺麗ことばっかり。この野郎。自分のことを棚にあげて人のことは。はい、はい、そうです。あ、修士さんがいなくなっちゃいましたね。くまちゃんって聞くだけ聞いて。今年の抱負はって終わってね、うん、あのもっといい抱負を言えっていうことだった。かつ入れられたんやな、しょっぱな、しょっぱな。ちょっと切ないな、うん、まあ、まあまあ、はい、まあね、こうやって 、はい、見てくれる人もいるので、ぜひね、あのたくさんね入ってきてください。これ見てくれる人いっぱいいるからさ、そう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 、うん、すごい、あのチャットね。うん、やっていただければね、尺がすごい持ちます。そこ。じゃあ、まあそうやけど、まあ、分かるよそこは、うん、まあね、いろんな人とねやっぱ絡んだ方がさ、お話も盛り上がるじゃないですか、うん、楽しいんで、はい、楽しいのでね、本当にぜひね、はい、でも今日の上の4文字ってすっごく気になる。どれですか。今日の上があるらしいって、あの静岡さん情報。
あ、そう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 。何なんですかね、今日の。何だと思う？何？絶滅大凶とか。何やそれ。絶望、絶望大凶みたいな。そんな感じじゃない？そっかそっか。で、ってことは大凶が一番下ではないってことなの？そうです、そうですね。実際、今が凶だったら、ね、上がる、上がるしかないってなる、ね。だから僕ね、結構僕、チャッターさん、新しく。ナナさん。ナナさん。はい。ナナちゃん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 。あ、聞いちゃいました。新年最初は男2人なのっていうことで。そうなんですよ。はい。でもまあいいじゃないですか、このね。たぶん、ね。うん、男2人でね、なかなかないと思いますよ、この放送してるて。ちょっとむさ苦しい番組ですけど、いいと思います。そうなんですよ、あっちゃんが、そう、田中敦子、うちの新人隊員、うん、田中敦子ちゃん、うん、ね。ちょっと、ちょっと今確認しないで。一緒に番組もやってるから。あ、そうですね。はい、あっちゃんがですね、はい、ちょっとどこに行ったんだっけ。エジプト支部という里帰り、里帰りしてまして、今。はい、今日本当は朝帰ってくるはずだったんですけどね、多分ね、混み合ってんのかな、うん、混み合ってちょっと帰れなかったっていうことで、うん、そうでしょあれ面白い、そうです、うん、あれ、ヤホーニュース、ニュースで見たのです。ヤホーニュース、あー、その今日の、あ、上にあるってやつ、上にあるっていうことが、はい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 、すごいね。お、アキロさんが、ありがとうございます。なんか体調の顔が違う気がするっていう、なんかね、顔白いの、なんで、なんで、なんで、だからめっちゃ飲んだ、正月めっちゃ飲んだけど、まあ、飲みました、いろんなね、あれがあってね、飲みましたよ、うんうん、でもそんな、顔違います？違う、違うと思う。しんちゃんもさっき言ったじゃないですか。そう、なんか違うなって。なんで、なんで、なんで、やばいやばい、顔白いでも顔白いのは、メンタルが、顔白いのはあれじゃないですか、毎度のことじゃないですか。そうやな、はい、目の周りがね。え、何で目の周りって、なんか、荒れてるよね。え、荒れてる、何、どうしたのはい、あっちゃんなら僕の横で寝てるよって。おい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 、あつこ、あつこ、おい、何してる、あつこ、あつこ、何やってんだってんねんよこうやってそれで泣いてるっていうねあつこ、あつこ、あつこ、じゃあチャットでちょっと参加してくれ、うん、今静岡さん、渋谷のあれか隊長、お酒下にね、4つあるんです。下に、今日の下に小凶、半凶、末凶、大凶、小凶、今日の下に小凶、半凶、末凶、大凶。あ、そうなんですか、すごい。なんか地獄みたいなね、なんとか地獄とかあるじゃないですか。っていうかもう、今日そんなに攻めんでもよくない？そうだね、そうだね。これでもかっていうぐらい、ちょっと。もうちょっとさ、突き落としたのかな、その。ポジティブに行かせてよって感じやんな。おみくじ制作会社とかさ。ね、そんなに落としたいの我々に、ね。だって、おみくじ制作会社の、チーフがさ、ちょっと今日ね、毎年やってるけど、つまんなくないっていうことでさ。ちょっと小、あ、大凶とか、ね、小、水凶とか作ろうぜとか、なんかいろいろやってさ。そんなんでできんの？そうだよ。だって実際、なんかあれでしょ？おみくじってさ、発注かけてんじゃないの？まあまあ、多分そうやろうけどね。ね、あ、静岡さん、読めない感じだったけどって。へぇー。なんかいろいろあるの？いろいろ多分、ね、でもそのおみくじとかも場所場所でなんか表現の仕方違ったりするやんか。大凶とかっていう凶とか吉とかの、うんうんうん、書き方じゃなくて、うんうん、確かに ね、それはありますね。だからいろいろあるのかもしれない、うん、千葉ディさんが体調お酒臭いよっていうことでちょっと届かん届かん届かんから大丈夫。そうか、俺なんのやっぱ違う、張ってる顔、やばい、味玉になってる顔。張ってはないと思うよ。本当。うん。細いもん。あ、本当。うん。そう。そう。まあそんな感じで。そうですね。あ、はい、もうあれですか、半分経っちゃいましたね。そう、もうこういう話をしてるとどんどんなっちゃったんで。うん、なっちゃったんで。まあ、この番組、はい、まあ冒頭でもお伝えさせていただきました、東京の人食、歴史、文化、そういったものを調査する番組でございます。うん、はい。で、毎週金曜日にロケで、うん、調査
するお店であったり人であったり、うんうん、のお仕事場であったりこういろんなところを調査させていただいてるんですが、はい、で、まあ、調査させていただいて、何どうした山本丸、うん、大丈夫え今日増やしてお守り売りたいので多分そうじゃないですか。なんかほらさ今日引いちゃうとさ、うん、うわ今日だ本当かよって思ってさまた多分引きたくなるじゃないですか。違う違うおみくじ一回でいいやろ。いや本当に今今日なのかっていうことをさ、ね、知りたいから多分またそういうことで今日増やしてるのかもしれないじゃないですか。いやらしいな。タナチューさん入っていただきました。タナチューさん明けましておめでとうございます。じゃじゃんコメントをください。はい、はい、まあ改めて東京の人食歴史文化を紹介する情報番組になっております。で毎週金曜日はロケの方させていただいてるんですが、はい、でお店紹介をいつもさせてもらってるんですけど年末、うん、あの水曜日やってんけどそうなんですよ。そう ロケっていうかそ最後年末の最後の締めを、ね、あの1時間放送ね、はい、あの遅れてね遅れてお送りさせてもらったんですけど、はい、そちらのお店もあ開けましておめでとうございます。あっちゃんだよこらーあつこーあつこーあつこ何しとるあつこ早く入ってこい入ってこいあっさんあれあじゃあこれコルレオーネさんの隣で売ってんのかな。そう多分そうですね。あそっかそっか。だからコルレオーネさんのパソコンもう一台ねもう一台パソコンがあるじゃないですか。でそれでちょろちょろやってる二人仲良く布団買う昼間そうですよね。そうですよね。はい。で、年末最後に放送させていただいたお店、はい、朝日さんのお店紹介させていただきましたので、はい、あのそちらを紹介させていただくんですが。起こしました。起こされてんのか、あつこ何しとる？本当に。まあ、ということで、はい、ちょっとお店紹介の方を一回させていただきます、はい、アーカイブでも残ってると思うんでそちらもチェックしていただきたいのですが、はい、まず、先週の水曜日に、うんうん、あの朝日フードクリエイトっていうあの朝日のビアレストランですね、はいはいはい、いろいろありますのうちのうちのこちらだ、はいはい、見えるかな23番地カフェさん、はい、ここですね、はい、こちらを調査させていただきました、はい、こちらの方があの浅草にございます。あの墨田区やね、うん、墨田区東橋 1-23-36、はい、アネックスっていうこちらビルになるのかな。あの分かりやすいですよ。あの浅草に皆さんお越しの際にあのなんだっけ雲みたいなビルの上にさ金筒みたいなそう金筒みたいなのがあるじゃないですか、うん、でそこのね、そこら辺だよね。そう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 。この朝日 あのビルの隣だったらもう一緒か。ほんもうでも隣やね。うんそうですね、うん、あります。そこに目がけていくとはいございますね。ございますね、はい、でその中 の、1階23番地カフェさんを調査させてはいただいたんですけど、はいはい、こちら1階2階3階4階まであります。4階まであるの。はい、なんかすごいですよね。なんかいろんなお店が入ってるんでしょ。そう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 。なんかバーチックなものもあったり、うんうんうん、すごいなんか多分各フロアフロアで全然タイプが違うんで、はい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 、ぜひとも行っていただけたら、ね、本当ですね。なんかいきなりのねあの交渉調査しあのここでね収録させてくださいって言ったら、うん、もう心よく OK してくださいます、ね、OK していただいた、はい、でねビールとかもねそういただいちゃったりしていただきましたね、はい、もうおすすめビールをっていうかあ静岡さんが、はい、あったそうですね、あの今日の下ですよ、うん、これなんて読むの。あった、怖っ。え、強化強化な、醤油、怖え、なにこれ。これあ、確かにこれがさ、あのおみくじ引いて出るとへこむわ。長川県あ、神奈川県神奈川県江ノ島にある、流行寺で今日があってって書いてある。へえ、強化。なんてこれなんて読むんですかね。完全アウトだし。やだー。怖え。そんなやだ。あ、そうですね。明郎さん。今ツイッターで、はい、そうですね。朝日の、はい、はい、あのビルのところ、はい、あのうん、まず、うん、うん、ビル、うんこビルですね。そうです。はい、ちゃんと今ごまかしてるの。言うな言うな。あるじゃないですか。浅草に行かれた方は分かると思いますけども、
はい、そこの周辺ですね、その23番地カフェ、はい、先週ありますので、あの放送させていただいたところあります。はい、はい、ぜひとも行ってください。おしん、大阪にいた時に5年ぐらい朝日で働いてたんです、うん、あ、そうなの、この会社で。そう、だからちょっと年末びっくりした。どういう感じで働いてたの、それは。普通にホールしてた、うん、キッチンもしてた。へえ、おいくつの時それは。15から。あ、20年前。ちょっとどんだけよ。違うさまよってない。おかしいおかしい。おすすめの料理はあれですよ、あれなんていうの、タコスのあのチーズ、そう。ナチョス、チーズナチョス、ナチョス、正解、チーズナチョス。そう、ちょっと説明してしんちゃん。いや、あんた絶対来ると思った。あれでもあのトマトベースでしたよね、うん、ああそうですね、ナチョスの上にチーズ でオープンで焼いてるものになるんですけど、はい、本当あの安い、あの簡単につまめるクリームチーズとかもあったりして。そうですね、そうそうそう、ビールも美味しかったやっぱり。そう、朝日さん、さすが。あれ何のビールいただきましたっけ。僕あのなんとかコールドエクストラコールド朝日ビール。いやね、そんなんやったね、すごいあのね冷たくなるの。そんなんやったね。超失礼。新しいツイッターの方も入ってきてみましょう。このじゃあ呼ばなくていい。呼ばなくていい。これ何なんですかね、あのツイッターの開けるのかな。ツイッターちょっと一回見ていただければ分かると思いますけども、じゃあ呼ばなくていいよ。この方がすごいあのカメラにちょっと好きだなと思って見てほしいんでしょうかね、この女の、いいです、はい、いいです。まあ、あのそういう朝日のお店もあります、はい、大阪にもいっぱいあるんで、全国にあるんで、ぜひとも。あ、私の知り合いが大阪にも、大阪でまだ働いてるんで、うんうんうん、そうですね、おつまみ系、おつまみ系ですね、そうですね、おつまみ系とか、あとあの普通にコーヒーとかもありましたよね、カフェやってたね、うん、23番地カフェさんは本当カフェ、はい、もうカフェが主体になってるのかな、どっちかいうと、うん、主体になってますよね、うんうんうん、なんでコーヒーとかも ありました、いろいろあったので。いろいろありましたね、はい、まあ、浅草に寄られた際はお参りして、うん、いろいろなんか巡って、うん、で、3時で寄って、うんうん、23番地カフェ3時で寄って飲んでもらったらね、うん、いいと思うよ。嬉しいですね、うん、オープンカフェみたいになってたしね、うん、テラスになってたしね、まあ、この時期ねちょっと寒いかもしれないですけどね、うん、あの寒くないってすごい防寒してきてる方にはね、うん、どうなんの。だからありますよ、あの飲めるっていう。ああそういうことね。そうだよ。なんで怒ったのよ。今年の僕はあの怒っていきますからね、怒りキャラでいきますから。もうめんどくさい。バシバシって言いますから、ね、バシバシ。はい、はい、ま、で、まあ、水曜日はこちらのお店からお届けさせていただきました、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました、はい、朝日ビールさん、うん、ぜひともあの皆様遊びに行ってください。いろんなところあるんでね、はい、あの全国裏あるんで、ぜひとも遊びに行ってください。はい。はい、で、毎週この番組自体金曜日ロケさせてもらってるんですけど、はい、あの調査させていただいたお店にまたお友達のお店と紹介していただいて、その数珠つなぎをしてどんどんあのお店を広げていってるっていう感じなんですが、はい。クリスマス最後のロケの最後はクリスマスやったね。クリスマスイブね。そうでしたね。はい。はい、渋谷にございますボコさん、ボコさん、はい、ボコさんからあのこのデコボコのボコ、デコボコのボコさんね、ね、うん、そう、ボコさんからお届けさせていただきました、うん、赤い部分も残っておりますのでそちらの方ぜひともチェックしていただきたいんですが、はい、そちらのボコさんからの紹介で、はい、今度の金曜日7日ですね、はい、調査させていただくお店がじゃん、そう、あ、静岡さん、その通り、あの安いとこかって、そうです、あの安いところ、ボコさんですからの紹介 で、はい、お届けいたします。チャオプラヤさん、はい、で、はい、タイスキー居酒屋、はい、チャオプラヤ、下北沢にございますね。おお、はい、こちら行けたかな、はい、あ、行きましたね、はい、はい、ありがとうございます。ということで何してるの。ちょっとごめん、理解に苦しんだ、今。はい、新しい方が出てきましたね。大竹バブさん、大竹バブさん、
明けましておめでとうございます。雷調査隊でーす。おしんです。熊川雄大です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、そうですよ、そうです、あの静岡さんもね、あの安いところかって言っていただいてますけども、そうそうそう、ね、すごいこんなね、しんちゃんの顔ぐらいあるピザがね、でっかいピザがね、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、今おかしいやろすなわち、私の顔がでかいって言ってるもん、ね、感じ悪いわ新年早々まあまあ、私の顔はさて大きい、でもすっごい大きいピザがを出していただいて、500円で置いてあります。500円ですよ、置いてるボコさん。しかもさ、あのそのお店でね、その釜で焼いてる、そう、もう本当にね、もう手作りピザですよ、うん、それがなんと500円、安い、うん、そしておつまみもほぼ500円でしたね。そうやったね、はい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 、うん、ワインも20種類以上あったよね。結構ありました、ありました、うんうん、ありますんで、ぜひともボコさんチェックしていただいて、そうですよ、そして、はい、今週の金曜日に、大好き居酒屋チャオプラヤさん、はい、ちょっとさせていただきます。まあ、こちら金曜日の、19時から20時の1時間放送させていただくんですが、はい、なのでぜひとも、まあ、どうしてもね遠くて参加お店まで行けないっていう方はチャットで入っていただけるとありがたいんですけど、はい、もしできましたらね、ぜひとも我々と一緒に調査していただけるとありがたいので、ありがたいですよ、はい、場所の方住所を申し上げます、はい、東京都世田谷区、北沢 2-14-2、JOW3 ビルの地下1階にございます、はい、下北駅より徒歩3分徒歩3分、はい、お電話番号申し上げます。03-3424-1133、03-3424-1133になっております。はい、はい、まあいろいろ大好き居酒屋って、でも居酒屋さんなんだ、居酒屋さんみたいですよ、ね、ちょっとあの見てみますか、こっちの方でね、情報がありますのでですね、こちらちょっと伝えていきたいなと思うんですけども、はい、はい、大丈夫ですか、あの熊川さん、あのね、あのちょっと触るの怖くなりましたね、はい、ちょっと支部長を呼んで、支部長すみません、本当にすみません、パソコン苦手な我々でこれあのツイッターをこれ出してまして、あ、ありがとうございます。ここをクリックすればよかったんですよ、山本さん。はい、あ、ありました、ありました。大好き居酒屋チャオプラヤ、下北沢店。っていうことは、はい、チェーン店なんですか、フランチャイズされてるお店なんですかね。お前ね、うん、何店舗かあるってことやね。うんうんうん、大好き鍋、タイ料理があの主にございまして、そうですね、下北沢駅から南口徒歩3分、うん、はい、ございますね。ちょっとね、いろいろと見ていきましょう。はい、はい、いや素晴らしい、ま、タイ料理好き、タイ料理はすごい、うん、アジアン料理系を最近調査させていただいてたんで、はいはい、 すっごくもう美味しくてハマってます、うん、でもタイ好き鍋ってうち食べたことないんだ。ないんですよ、私も。皆さんあります、あのタイ好き鍋あります、はい、タイ好き鍋って、美味しい、美味しいんですかね。ちょっとあのね、食べられた方はね、ちょっとね、ぜひあのチャットの方でね、はい、ツイッターの方で、ね、千葉ティさん辛いのかなって。でもね、タイっていうことだからさ、辛そうじゃないですか、タイ好き。なんかちょっとなんか何、カプサイシンとかいろいろ入ってたりさ、入ってそうね。あ、今ね、グルナビの方の、はいはい、大好き居酒屋チャオプラヤさんの情報を見させてもらってるんですけど、はい、なんかさらに本場の味、特製大好きのタレでコクと辛みが増すってことはちょっと辛いんだろうね。下北沢の女性に人気沸騰中の大好きは、タイでは大人気の鍋料理です。はい、すっきりした黄金スープは、黄金スープ、はい、野菜と鶏から毎朝仕込んでいます。はい、お肉やエビ、団子、魚介を入れることでさらに旨味が増し、最後の締める時のスープは見事、うん、メニューは雑炊でお楽しみください。うわーすごい ね、この時期にはいいかも、ほんと。確かに今書類作成しながら見てるのしばらく無口ですありがたいです、 OK です、ありがとうございます。はい、で、それさらに本場の味、特製大好きのタレでコクと辛みが増す、うん、スタッフがいろいろな召し上がり方を提案します。はい、へ、一品料理も備えており、宴会、誕生日会コース何でも相談くださいということで、はい、
あ、今あのチャオプラヤさんも、はい、あのツイッターをやられてるみたいなので、あららららららら、本当ですね。今いろんなお店もツイッターされてますね。ツイッターされてますね、はい、世の中ツイッターですね。確かに、あ、タイとタイ好きとは鶏独特の鶏ガラスープに一口大の具をどっさり入れ、大きいですよ、具が、具が大きいやつを入れ、特製タレにつけて食べる、タイでも大人気の鍋料理です。へ、あ、じゃあ何、お鍋があってしゃぶしゃぶみたいな感じなのかな、日本でいうところの。でもなんかしゃぶしゃぶの鍋使ってるよね。あ、確かに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 、ね、うちなんか日本でいうすき焼き系なんかと思ってた。あ、いいですね。違うんだ。うん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 。当店一押しタイすき焼きオリジナルソースで辛さを調整っていうことで、すごすごい、なんか いろんな情報があるんでね、うん、皆様もぜひ、ぜひ、ね、ツイッターの方も見ていただいた方がいいと思います、はいはい、うん、あ、個室とかもあってね、すごい、あの店内も、うん、あのすごいね、なんかタイのさ、あの屋台をイメージしたさ、うんうん、僕あのタイに5年間住んでたことがある、絶対嘘やろあるんですけども、そこにすごいやっぱ懐かしい感じのね、懐かしいかとりあえず言ってみようみたいなさ、ムカつくはい、まあでも本当にね、あの店内の状態というか写真の方もアップされてるんですけど、うん、すごく雰囲気があっていいね、はい、あ、美味しい。トントロ焼きタイスタイルとか、わ、そういうのもあるんですよ、トントロ、はい、タイの美人女性も働いてるのかなまたまたこれは横に寝てるんじゃないですか、寝てるでしょ、あっちゃんが寝てるんじゃないですか、そう、だってさっき起こしましたって、はい、起こしました、やばい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 、うん、そうです。でもね、おられるかもしれないんでね。そうですね。あ、これちょっと詳しい詳細が載ってますよ、はい、山本さんちょっとぜひ読んでみてください。はい、わ、はいはい、かりました、はい、お伝えさせていただきます、はい、営業時間の方お伝えしますね。お休みがまず火曜日になってます、はい、お休みが火曜日ですね、はい、で、月水木日、月水木日、月水木日が11時半から24時まで、うんうん、ってことはランチもしてるってことかな。ランチもされてますね、はい、で週末の金曜日と土曜日、金土が11時半から2時までっていう形になっております。ラストオーダーが、まあ、平日月水木日に限り、23時、はい、金土が1時、ラストオーダーが1時間前になってますんで、はい、ぜひともチェックしてください。定休日は定休日が火曜日ですね。へ、しかもさ、確かに、平均予算もございまして、うん、通常平均が2500円で、安いよね、うん、安い、客単価が2500円ってことですよね、はい、で宴会平均も変わらず2500円ですよ、安いよね、はい、で、ランチ平均780円、安いですよね。で、静岡さんがイケネ種類22年って書いてるあら、ちょっと見ながら作成されてるからちょっとかな、はい、平成22年のことじゃない、あ、そうだそうだ、今平成23年に3年たんですよね。そうだそうだそうだそうですよ、23年、もうお間違いなく、もう皆さん2011年なんですよ、はい、地デジの準備はできてますかって言ってそこ狙ってる、地デジかこれじゃ あのうち草薙剛さんやる、あ、そうだで、強ぽん似てるって言われてすいません、本当草薙剛ファンの皆さん申し訳ないです、うん、はい、まあ、じゃあ、地デジ化自体も、うん、うちらが乗っ取ろう、そうですね、でジャックしましょう、ジャックします、よろしくお願いします。あ、ほら、あの秋郎さんも安っていただきますよ、うん、あのタイ好き鍋の好きはあ、そうですね、カタカナですよ、はい、カタカナ、カタカナでタイ好き鍋タイを好きな鍋になってるよね、はい、そのまんまやはい、ということでね、あのぜひ皆さん今週のね金曜日ははい、はい、チャオプレヤさんから、はいはい、お届けいたしますので、ぜひね、ぜひともね遊びに来ていただけると、うん、本当我々一同喜びます、うん、はい、もう一度住所、はい、お伝えさせていただきます、はい、東京都世田谷区北沢 2-14-2、うん、これ見えるかな、どれどれ、これジョウサンビルでいいのかな、あ、見えないかな、うん、いけるかな東京都世田谷区北沢 2-14-2、はい、ジョウサンビル、ジョウサンビルでの地下1階にございます、はい、下北沢より徒歩3分でございますんで、はい、ぜひともチャオプラヤさん遊びに来てください、はい、一緒に鍋しましょう、あ、みんなで、いいですね、
何かしましょう、ね、新年会しよう。あ、いいですね、新年会ですよ。はい、忘年会が終わったら次新年会。忙しいですよね、忙しい、肝臓がねとかって、肝臓が、そう、みんなで新年会だねって千葉 D さんもおっしゃってますからね。いいですよね、うん、でちなみに皆さんの新年会のご予定とかあります？ああ、やっぱ皆さんあるんじゃないですか、やっぱその仕事場でのさ、やっぱね、お付き合いでやったり友達となんか飲もうとかなったり。あ、しんちゃんはあるの、そういうの？おしんと昨日プチ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 新年会プチプチプチって どんなんその新年会新年会するつもりやったんだけど、はい、あの結局蓋開けたら2人っきりやったの。あで2人でずっと飲んでた。へえ、お家で？うん、お店で外で。あ、そうかそうかそうか、そうそうそう。隊長は新年会とかある？新年会もう毎日が新年会ですからね。どんだけ飲んでくれたの。全然飲んでないですけどね。はい、飲んでないですか？はい、大丈夫ですよ。くぐぐ、しぐぐさん、しぐぐさん、入っていただきました。ありがとうございます。はい、あの新しい方もね、たくさん入ってきていただいてね、そう、嬉しいですよね。本当にありがとうございます。はい、ぜひともね、あの今年1年もね、ごひいきに。初滑りかっていうことでね、私じゃないですかね。あれ、今日滑った？あの、そうですね、滑ってますね。滑った。あ、秋郎さん、何にもにゃーいっていうことで。何にもなーい。はい、お仕事場でのね、あの、新年会とか、ね、なんかやっぱ新年会って言っても、やっぱみんな忙しいからさ。うん。うん、あれ、でもぶっちゃけどっちかでいいよね。どっちかでいいと思う。年末の忘年会と新年会と。はいはい、うん。どっちが重要だと思う？忘年会と新年会。忘年会やっぱり、うんうん、やっぱ忘年会は重要だよね。忘年会 したよね。忘年会したね。しました我々もしたんですよ。はい、そう、結構ベロンベロンになってたよね。誰が？俺？そう。大丈夫？ちょっとおかしかったもん。いやいやいや、異様ななんかエクスタシーっていう。いや、エクスタシーなんかペロモン出してたよね。何がちょっとなんかちょっと 目が変わってたよね。嘘。そうなの？そう、やめてよ、今あのお母さんとか見てるかもわかんない。隊長のお母様、いつもお世話になっております。はい、はいはいはい。あ、すげえ、あっという間に、あっという間にね、こんな時間になっちゃった、うん、まああのこんな感じで我々雷調査隊、うん、あの緩い感じでスタート。キリッとしてね。お前だけだぞ、ゆるいって言ってるのは。全然ゆるいけど、ちょ、待って、ブンちゃん、ちょ、この番組キリキリしてると思いますか？キリキリしてますよ。俺もだって、ぜひとも本当にあの打ち込んでください。あのこの番組キリ、今日一日、今日初めて見た方でもいいです。はい、本当にあのこの番組がキリキリしてるかどうか。キリキリしてるじゃないですか。もう現場の空気もピリピリよ。どこがよ、この。滑ったら殺される。どこが？滑ったら放送が終わるっていう、この緊張感の中やってんだぜ。嘘だ、この。お前だけだぞ、その。そう、ポチプレイしかしてない、この番組。そういう思いは捨てなさい、2011年は。わかった、ね、うん。ちょっと。お願いしますよ。頑張ります。頑張ってよ。はい。はい。厳しく言ってください、バチッと。バチッとって。はい。で、この番組が、始まって、いろいろ。いろいろって1年4ヶ月、5ヶ月経ちましたね。はい、で、今日で丸5ヶ月じゃないですか。でも 1年5ヶ月と。そっかそっか。1月5日なんでね。ちょうどか。8月5日に始まったじゃないですか、去年。あ、おととし。おととし。おととととと。だから、これがゆるいって言われるんだろう。しかしろ。うちがゆるいでいいか。そうです。オッケーオッケー、分かった。気をつけます。気をつけなさい。はい。あのこんな感じで、今年も突っ走っていきたいと思います、うん、でその前にと、はい、我々の告知をさせていただいてもいいですか ね、 すいません、あの新年早々お粗末様です。お粗末様です。コルレオーネさん、さっきのほらしてない、どちらかというと、うん、グダグダ。ありがたいお言葉。全然グダグダ。僕は毎回もあのね、あの干される覚悟で来てますからね。いつ干されるかってビクビクしながら、ね、しながら頑張ってます ね、 すね。ありがとうございます、書いていただいて、はい、ということで、はい、番組グッズの方を紹介させていただきたいと思います。はい、はい、我々今着ております雷調査隊のこの T シャツ、T シャツを含め、はい、iPhone ケースから、うん、ロンティー、トレーナー、うん、いっぱいあります。そうですね、 URL のこと出るのかな、はい、出るかな、うん、ね、そちらの方が appsold.com、 appsold.com というサイトの方
で、雷調査隊検索していただきましたら、出ます、はい、ありますんで、もし出ましたね、下の方にね、はい、今出ました、はい、ここにグッズありますんで、うん、ぜひともね、我々にお年玉ください。よろしくお願いします。怖い違いますよ、違うんですよ。あれ全然それお年玉とかそんなんないんですからね。あ、違うかった、はい、そうですよ、ごめんなさい、ダメだ、干されるぞ、干されるすいません、しっかりやります、しっかりやって、はい、ぜひともあのグッズの方を購入いただいて、うん、我々と一緒にあの雷調査隊員としてまたあの番組参加よろしくお願いします。そう、それを言ってほしいの、お前そうやね、はい、ちょっと気をつけます、気をつけてくださいね、2011年に、はい、2011年頑張ります、はい、頑張ってますね、はい、はい、で、個人の情報もお伝えしましょうか、うんうん、はい、じゃあ隊長お願いします。はい、もう今月ですよ、今月ですね、はい、今月の1月の19日から、23日までですね、浅草橋のアドリブ劇場というところで、はい、はい、こちら何でしょう、あのこちら何でしょうはい、こちらですね、あのアズフィールというね、まあ結構我々お世話になってるなっております、あの芸能事務所があるんですけども、はい、そこの、プロデュースの、テンダーという舞台に出演させていただくことが決まりました。はい、イエイ、やった、新年一発目やね。そうですね。で、山本君、このストーリーを言ってください、はい、どういうストーリーですか。とあるオカマバーの3人のオカマ、ニューハーフとかじゃなく生粋のオカマ、オカマたちは人の悩みを解決するのが得意、オカマの人生経験半端ねえ、オカマたちと迷える子羊たちが送るハートフルコメディとなっております、はいはい、迷える皆さん、オカマバーテンダーでお待ちしております。はい、お待ちしております、ということで、はい、はい、っていう感じで。そうですね、オカマバーの話ですね、オカマバーの話です、はい、あのさ、ごめんね、うん、コルレオーネさんが時々顔を出す方は小田裕二さん小田裕二さんプロデューサーの髪型がちょっと似てるという、ね、プロデューサーです、はい、小田裕二アマルフィってお年玉はしんちゃん長袖ねって、あーやったやったとか調子乗っちゃった。あ、明郎さん言っていただきますよ、はい、そのゆるさが大好きです、ありがとうございます、本当に、うん、そうなんです、すいません、はい、そうです、あのそうなんですね、あのそうオカマバーです、そう、すいません話、うん、私が切っちゃった、ぜひね皆さん見に来ていただけたら嬉しいなって思います、本当に、はい、なかなかね舞台をね、やっぱ敷居がね高いですよね、イメージ的にね、はい、それをちょっとね、うん、あの覆すあの作戦に我々出てますので、はい、本当ね、特にいつもお世話になってるこちらさん、こちらのアズフィールさんのカンパニーの舞台の方、はい、何度かあの一緒に出させていただいてるんですが、うん、すごく見やすいというか、本当に初めて見る方にはぴったり、ね、難しくないんですよね、分かりやすいよね、 そう、まあ、それはもう見て、もう 見た方のやっぱ感想、うん、もうそれぞれありますから、うん、あのね、何でもいいんですけども、ぜひ何でもいいんですけど見やすいんですからね、うんうん、ぜひね、あの騙されたと思って、ね、そう見に来ていただければすごいやっぱ面白いと思いますので、ぜひね、ちなみにオカマバー、クマちゃんは、はい、いや僕オカマをやります、ね、やりますね、はい、でしんちゃんはあの普通に男の子役やります、あ、男の子役、オカマバーなんですけど、はい、オカマ役はしないんで私、うん、普通に男役で挑戦するんで、はい、ぜひともあの雷とは違った一面をお届けできると思いますので、うんうん、ぜひともあのお時間と許しましたら、19日の水曜日から23日の日曜日まで、浅草橋にあるんだよね、はいはい、アドリブ劇場の方に遊びに来てください、よろしくお願いします。金曜も放送はいつもと同じ時間ですか。はい、はい、そうです、まあ今日もね、番組中何回もお伝えさせていただきましたが、はい、この番組自体、今水曜日の13時から14時の1時間と毎週金曜日19時から20時の1時間、うん、生放送でお送りさせていただいております、うん、ということで今週の金曜日7日ですね、はい、7日19時から20時時間は変わらず、いつも通りになります、はい、今年もね変わらず、ね、お送りさせていただきたいと思います、はい、だからお付き合いの方ね、よろしくお願いいたします、はい、あっという間、静岡さんが発注が逆やね、発注が逆そうやね、確かに違うね、はい、違いますね、すいません、お粗末様お粗末様です、はい、そしてね、僕今ある CM 出てまして、はい、あのモア、あの Google さん今ちょっといろんな CM やってるじゃないですか、うん、やってるね、はい、いろんな種類の中の CM 出てますので、ぜひ皆さんそちらもチェックしてください、チェックして、はい、
めっちゃ見る。めっちゃ見て。めっちゃ見る、うん、まあ、どの CM かはね、皆さんの、ね、目で確かめて。いつも本当ね、6種類ぐらいね、CM があるんですよ。本当今ね、いろいろあの Google さん。渋谷とかすっごいよね。そう、あってあるよね。はい、ですごいですよ、やっぱ本当にこの、ね、ネットの、何この映像とさ、うん、なんかいろんなものをこうリンクしてさ、うん、やるのやっぱ面白い。確かにこれからの、はい、Google さんこれからじゃないですかね。本当にこれからの Google さんですよ。ね、これからの Google さんですか、ね、飛ぶやつ？ああ、それね、はい、それかもわからないですからね。もう皆さん、でももう見られてる方もおられるかもしれないですもんね。はい、ぜひね。ぜひともチェックしてください。はい、あ、飛ぶやつです。これ、わーってワイヤーアクションでね。知らん人ってちょっとわけわからんよね、今の絵。あのね、自己満足っていうね。まあ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 。車かな、車かな。そう、いろいろあるんですよ。あのダンスしてて、そこから文字を作るっていう面白いですよね。はい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 、ぜひともチェックし て, しますので、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、あと個人ブログの方もやってましてですね、はい、はい、私のアメブロさんの方でさせていただいております、熊川雄大の、人生ゆらゆら日誌という、うん、そういうあの題名でやらせていただいてますのでですね、はい、頑張って今年も更新していこうと思いますので、ぜひ皆さん、はい、舞台の詳細もねそこに書いてありますので、ぜひ皆さんチェックしてください。チェキだね、はい、はい、これお姉さんが探すねって言ってくれてます。ぜひありがとうございます、よろしくお願いします。 CM、よろしくお願いします。はい、はい、そして私も、個人ブログやっております、おしんの笑う角には福来たる、はい、アメブロでやっております。はい、まあ、あのおしんの笑う角ってやったら出てくると思います。おしんのしんが人弁に申すなんですけど、はい、おしんの笑う角には福来たるっていうブログやってますんで、はい、ぜひとも遊びに来ていただいて、お願いします。コメントと書いていただけると喜びます。うん、お芝居等も頑張りますので、はい、よろしくお願いします。あ、あきろうさん、この2人の舞台は面白いです。ありがとうございます。ツイッターでありがとうございます。はい、本当に頑張っていきますので、ね、頑張っていきます。はい、またね、あきろうさんもね、何回か見に来ていただいて、そう、遊びに来ていただいて、うん、本当にあの共演してないやつとかもね、そうですね、はい、そう、今回共演してるんですけど、はい、おのおのの時もあったり、うんうんうん、もう遊びに来ていただいて、すっごく、はい、本当おすすめなので、はい、来て、来てみんな、ぜひね、ぜひとも遊びに来てください。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、うん、うん、そうやね、うん、こんな感じなんですが、こんな感じなんですがっていうか、本年も1年あの雷調査隊あのどん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 飛躍すできるよう、うん、我々一同本当に頑張ってあのお伝えしていきたいと思いますので、はい、本年も皆様、はい、よろしくお願いいたします。はい、では、今度の放送が7日の金曜日、はい、19時から20時の1時間になっております。はい、ぜひとも遊びに来てください。今日もね、皆さん本当ありがとうございました。1時間、はい、はい、ではまた今週の金曜日お会いいたしましょう。雷調査隊でした。ありがとう。